それ、お弁当。へえ、姫路も作ってきたんだ。はい、あんまり上手じゃないですけど、これ実は、ヨシイ君に作ってきたんです。ヨシイ君、よかったらこれ食べてくれますか。これより、異端審問会を開く。ちょっと待ってよ。有罪、死刑。今度は発言の機会もないのかよ。拷問してから死刑。わぁ、ちょっと、ねえ、本当に火ついてる。ほら、火ついてる。火ついてる。お姉ちゃん、なんでもないよ。この器用さだと坂本くんか土屋くんですか。正直に言いなさいよ。誰に作ってもらったんですか。もう想像に任せるよ。今日は帰りたくないんだろ。そんなに汚れちゃってるの。信じたくないです。それでは参考書をどうぞ。ベッドの下から6冊見つけました。僕のトップシークレットが。どうやらアキくんはバストサイズが大きく、ポニーテールの女子という範囲を重点的に学習する傾向がありますね。さあお勉強を始めましょうか。何紙をまとめ上げてるのよ。水木、お勉強の邪魔になるかと思って。ちょっとあげるわよ。みなみちゃん、意地悪です。ラブレターの渡し方。ヨシイ君、実はこれなんです。笑わないでくださいね。いやー、間違えました。どこで笑えばいいんだろう。ラブレターだけだと渡しにくい場合はプレゼントと一緒に渡す方法もあります。ヨシイ君。何、姫路さん。実はヨシイ君に受け取ってもらいたいものがあるんです。私今朝クッキーを焼いてき、あれ、ヨシイ君。相手のカバンや靴箱にこっそり入れておく方法もあります。奥ゆかしい感じがして好感度が上がることがあります。最初からこうすべきでした。何やってるの、水木。これは、これは